209系電車は東日本旅客鉄道の直流通勤系電車。老朽化した103系の置き換え及び輸送力増強用などとして1993年4月より首都圏の通勤路線に本格投入された。国鉄時代に開発、導入された在来技術に基づく鉄道車両のシステムを一から見直し、製造。 整備の方法を全面的に改めた新しい設計思想が採用されている。JR 東日本では本系列以降の車両を新系列車両として区分している。車両デザインは AQ& 検事率いる GK インダストリアルデザインが手掛けた。1993年度通称産業省選定グッドデザイン商品金賞ブルネル賞奨励賞を受賞した。 本系列はその後に登場した E127 系、701系、E217 系、E501 系の設計のベースとなり、さらに通勤系電車と近郊系電車を融合させた、一般系電車である E231 系や E233 系、E531 系、E235 系へと発展している。また、 東京臨海高速鉄道の70-000型は本形式の基本設計を踏襲しており、一部の車両は本形式に編入されている。本系列を起源とする新系列電車の一群は、上記のように JR 東日本における電車設計の標準となっただけでなく、車両製造から廃車に至るライフサイクル自体の再検討。 大規模なバリューエンジニアリングの導入や極限的設計の実用投入など単なる新技術導入にとどまらない新たなコンセプトを具現化しながら大量生産継続運用されており他の JR 各社や私鉄など日本の主要な鉄道事業者の車両開発にも大きな影響を与えた209系系列と派生形式の70から000 計1987年の国鉄分割未明化後も JR 東日本では通勤系電車として国鉄時代に設計された2 0 5系を引き続き製造及び配置を継続していた。しかし国鉄時代に大量配備された1 0 3系の老朽化による置き換え時期が近づきつつあり、また、 経済事情の変化や民営化に伴う開発費及び製造費用削減の必要性から新しい設計思想に基づく新世代車両の開発が行われた。その結果、1992年に新世代車両の試作車として901系重量編成3本が登場し、京浜東北線、根岸線で使用された。新系列車両の開発にあたっては、 重量半分、価格半分、寿命半分が達成目標として掲げられた。重量半分とは、編成単位での総重量の削減と動力者比率の引き下げによる、省エネルギー化及び点検整備性の向上による維持費用の削減を、価格半分とは、一部の範囲内に製造会社の自由度を認めることと大量生産による調達関連費用の削減を、そして、 寿命半分とは、心臓から20。30年経過した、際の車両の陳腐化や、技術進歩の恩恵を受けられなくなることなどを避けるため、税法上の鉄道車両の減価償却期間である13年間は、大規模な分解補修を行わず、その段階で廃車にした場合でも経営上の影響を受けることがないようにすることを意味している。また、設計段階より、 廃車後のリサイクル計画が策定されるなど、環境問題にも配慮した設計となっている。新系列車両開発における主な施策は次の通りである。民営化後の JR 各社では、製造及び開発費用を節約するための策として、車両部品や機動設備用品に日本国外企業製品の採用を模索していた。そのため、 日本国外製の機器や内装が多く採用されており、一部は量産者にも反映されている。講述するが、901K では比較のために、VVVF インバータ装置や内ち、外装などは、編成ごとに異なる仕様のものが採用され、量産化に向けた最終的な技術の選択と調整が行われた。その結果、VVVF インバータ装置については、 C 編成で使用された三菱製 GTO 素子タイプが CEP には A 編成に使用されたスクリュー式装置が制御装置は B 編成で使用されたワンハンドル式がそれぞれ採用され1993年に量産車が209系として生産開始されたその量産車では JR 東日本の通勤系電車としては初めてとなる LED 式車内案内表示器とドア開閉チャイムが客用ドア上部に設置された。車体新規製造費用を削減するため車両製造会社ごとの車体工法の違いが容認されている。従来の国鉄や地下鉄及び関東地方の大手施設の車両は複数の企業が共通の図面を用いて製造し仕様に違いが出ないように考慮されていたが 本系列ではコンペにより選定し、東急車両製造と川崎重工業の2社が製造を担当した。東急車両製造が従来からの骨組み工法を改良して対応したのに対して、川崎重工業は新しく開発したシート貼り合わせ工法を採用しており、外観に明らかな相違が見られる。また、内装についても、東急車両製造が 従来の化粧板を基本とした組み立てに対し、川崎重工業製の車両で、FRP 製の内装パネルをビスにより固定する、方式を採用するなど、随所に、仕様の違いが存在する。また、JR 東日本でも当初より自社での車両製造を、計画し、東急車両製造から構えたいブロックを購入して、自社の大船工場に、工場機能は、 廃止において、機内装を行うことで、中間車14両をノックダウン生産し、翌1994年からは、ニーツ車両製作所を開設して、本系列の自社生産を開始した。前身のニーツ工場ニーツ車両所時代も含めて、同所で車両を製造したのは、107系に続く2例目である。クラッシャブルゾーンは、用意されていないが、 乗務員の安全確保のため、客室と乗務員室の間に、非常用救出口が用意されている。これは、前方から運転士に強い衝撃が加わると、客室側に抜ける構造になっている。MM ユニットを踏襲し、M 車には、VVVF インバータが、M 車には、補助電源装置、空気圧縮機、終電装置が搭載される。 JR 東日本では1986年に常磐観光専用として VVVF インバータ制御を採用して製造した 207K900 番台を承継したが結局量産には至らず本系列において本格的に VVVF インバータ制御を導入したこのインバータ装置は三菱電機製で素子には GTO サイリスタが採用されている 主電動機は交流誘導電動機である。定格出力は 95kW と低いが、VVVF インバータ装置と共に用いるために、起動時などには1時間定格出力以上の過負荷仕様を前提としており、実際には直流電動機 150kW 相当の出力を持っている。その結果、重量編成で 4M6T の動力者、 比率でありながら2 0 5系 k, k 用線仕様と同等の、軌動加速度時速 2.5km、S、最高速度時速 110km を達成している。また、整粒子のない交流誘導電動機の採用は、メンテナンスコストの削減にも貢献しており、主電動機点圏外の必要もない。台車は、ボルスタレス台車 DT61、TR246 が、 新たに開発された。空気バネ支持位置を台車枠直上と従来よりも内側に持ってくることで台車構成が簡略化された。軸箱支持は軸量式であり、軸バネにコイルバネを採用する。空気圧縮機は保守点検で有利なクノールブレムゼ製スクリュー式が採用される。など、内装は一新された結果。 定期点検及び整備作業に関わる工程の簡素化と同時に利用者への利便性向上を意図したものとなっている。試作車、量産車、950番台、更新改造車を登場順に記述する。901KC 編成試作車ではつま板にラジオアンテナが取り付けられているアクリル板を使用した号車番号表示1992年3月に 登場し、浦和電車区に重量編成3本が配置された。当初は901系と称したが、1994年1月から3月に、かけて量産化改造を行った上で本系列の900.910920番台とされた。901系としての落成当初は、上部側面体の色が黒色であったが、量産化に伴い下部側面体と同様の、 スカイブルーに変更された。0番台の仕様と極力合わせる量産化改造が実施されたが、主要機器はそのままであった。この特殊仕様が保守上の弱点となったことや、車体の老朽化が0番台と比べると顕著となったことから、500番台を転入させることによって E233K の導入を待たずに早期に運用を離脱した。 量産車との相違点量産車との相違点は、下記の通りである。また、当初乗務員室仕切り部には、窓が3枚配置され、車高膜として、リニアモーター駆動の横引き式、プリーツカーテンが設置されたが、量産化改造時に運転台背面は、非常救出口に、中央の窓は、通常のロール式の車高膜にそれぞれ改められた。1992年5月7日から、 営業運転を開始した。営業開始当日は、A 編成と C 編成が使用され、先頭車の前面には、ヘッドマークが取り付けられたほか、A 編成は大宮駅で、C 編成は桜木町駅において、祝21世紀の通勤電車デビューと称し、出発式セレモニーが実施された。2006年に試作車の B 編成を皮切りに、翌年の3月には、 C 編成が同年の8月には A 編成が東大群へ疎開改装された。その後3編成とも長野総合車両センターへ廃車改装されている。2010年より区波209から901が車両番号表記を登場時の区波901から1に復元した上で東京総合車両センターの正門付近で保存されている。 三編成とも試作車であるため、それぞれの仕様は大きく異なっている。901系登場時の各編成の主な仕様は次の通り。900番台、209系、900番台量産車と違い、6ドアーズシールが貼り付けられていない。910番台、920番台、209系、920番台、外要形品東北線。 根岸線仕様の霊番台裏38編成、ありがとうヘッドマークを装着した裏52、編成南部線仕様の霊番台那覇32編成1993年に登場した量産車である。京浜東北線、根岸線用は、同年2月15日より1編成が限定運用で営業運転を開始し、3月1日より5本が、 本格的な営業運転を開始した。一方、南部線用は同年4月1日より営業運転を開始した。本系列の投入にあたっては乗客へのサービス向上と経済効果の高い路線として京浜東北線が選定された。一方、南部線は1993年4月10日の ダイヤ改正において、横浜線の列車増発を行うこととなり、横浜線は2 0 5系で統一していたことから、南部線から横浜線へ2 0 5系を転用することが決定した。南部線の2 0 5系を転出させ、補充用に1 0 3系を転入させた場合、南部線の新車比率が下がってしまうことから、南部線に本系列が直接投入されることとなった。 当初の南部線用のナハイ編成は運用を限定して使用されていたが、1994年12月のダイヤ改正より1 0 3系、2 0 5系と共通の運用となった。なお、その後も南部線には1 0 3系の置き換え用として2 0 9系の直接投入が計画されたが、次に述べるダイヤ改正の列車増発用車両を最後に、 同線への直接投入は中止となった1997年3月22日のダイヤ改正の南部線列車増発用として車両が必要となったが、1 0 3系の転用には改造工事が伴うことから新車が直接投入されることとなった。前面は踏切事故対策として骨組みを追加して強度を向上させたほか、 全面排晶器を大型化、運転室の空間を拡大、運転台背面に非常救出口を設置した。空気圧縮機に、ドイツクノール射製、スクリュー式を採用し、1から6次車は、電動発電機のような寒高い動作音が、特徴である、動作音。運転席のマスターコントローラーに左手操作の、ワンハンドル式を採用。ドアエンジンは、 量産初期ロットでは従来と同じ日本製の空気式が採用されたが、裏16編成から外国製の飛ばさみ、安全装置付き電気式に変更された。ドア開閉時のチャイムと扉上部に3色 LED ディスプレイによる自液表示などを行う旅客案内表示器を装備している。また、先頭車には車椅子スペースが設置されたほか、 連結面に転落防止ホロが設けられた。ワンハンドルマスコンの採用については、9 0 1系での試行時に運転士から、自覚の短いところでは無理、操作は別々に行うもの、ブレーキはハンドルの角度で判断するなどの否定的な意見もあったが、最終的には量産車となる2 0 9系で正式な採用に至っている。 当初は運転士が慣れていないこともあって評判は良くなかったが、その後は操作性が良いことや疲労が少ないことなどから評判は非常に良いものとなった。京浜東北線、根岸線用例番台は2007年12月22日より E233 系線番台が投入されたことにより廃車、転用が進行し2010年1月24日で 運用を終了した。運行終了直前の2010年1月17日からは、裏52編成の先頭車にありがとうヘッドマークをつけて運転された。南部専用霊番台は那覇一編成が2200番台投入に、伴い2009年9月10日に、長野総合車両センターに廃車改装され、残った。 那覇32編成も2015年3月4日付で廃車され廃区分番台となった。編成京浜東北線用の E233 系線番台への置き換え前となる2007年10月1日時点では、浦和電車区に10両編成78本と、中原電車区に6両編成2本の合計792両が配置され、京浜東北線、根岸線、 南部線で運用されていた。MT 比は、京浜東北線、根岸線用が 4M6T、南部線用は 4M2T であり、MT 比が高い南部線の車両は、VVVF インバータ装置の設定を変更しており、インバータおよびモータから発する変調音が若干、異なる。京浜東北線、根岸線用の車両は登場当初全車が4、扉車の編成であったが、 裏36編成から6号車に6扉車を連結した編成となり、1996年から1997年にかけて6扉車、左派208型を多く製造して、従来の編成の6号車と差し替え、全編成への6扉車連結を完了させた。なお、従来の編成の6号車は、廃車せずに、 他の編成に組み込まれたため一部の編成では、川重製と東急、ニ一製の車両との根血があった。六、扉車を連結した編成には、先頭車の前面と六、扉車の扉の上部に、六ドアーズのステッカーを重付していた。車内の座席は折りたたみ式で、平日の初電から9時30分までは座席を使用することができなかった。 尾行概要3000番台八号、川越線、使用1996年3月16日の八号線、八王子駒川間電化開業時に4両編成4本が用意された単線区間使用者で、ハエ61編成が、川崎重工業製であるタワ東急車両、製造製である。これまでの例番台とは使用が異なるため、番台区分が行われることとなったが、 区分は、同じ川越電車区所属の103系3000番台に、合わせた3000番台に決められた。基本的な仕様は0番台と同一としているが、列車交換時の停車時間が長いことを考慮して、客用扉にドアスイッチを設置し、数年でドアの半自動扱いを実施した。車体ラインカラー帯は、川越線車両のうぐい水路と電化開業で結ばれる。 中央線や青梅線車両のオレンジ色を組み合わせた二色による新しいものとした。2020年4月1日現在では4両編成1本が3100番台と共に川越車両センターに配置されていた。後述の3500番台や E231 系3000番台への置き換えにより2018年9月21日付でハエ62編成が モハユニット2両が訓練車に改造され、廃車されたのを皮切りに、2018年12月に、ハエ61編成がパンタグラフを撤去した状態で、宇都宮運転区に疎開され、2019年1月には、ハエ63編成、3月にはハエ64編成が高崎総合訓練センターに疎開された。2020年2月8日付で、 ハエ61編成が2020年3月5日付で、ハエ63編成が廃車された。ハエ64編成は2020年4月2日に長野に向けて改装されて、同年4月3日付で廃車。これをもって3000番台は廃区分番台となった。編成2006年12月1日から運行区間のドア扱いが終日半自動になったため、 ドアの開け方を表記したステッカーがドア状に貼り付けられた。また、ハエ63編成は、可変座席を設置していた時期があった。2007年には、側窓開閉化工事が施行されたが、例番台とは異なり、車体中央部は固定窓で損置されている。1998年10月に落成した E231K の試作車であり、 三鷹車両センターに重量編成1本が在籍し、中央、総武観光線で運用された。2000年6月に量産化改造を行って、e 2 3 1系9 0 0番台に改版された。外洋中央、総武観光線用の2 0 9系5 0 0番台、京浜東北、根岸専用の2 0 9系5 0 0番台、京葉線用の2 0 9系5 0 0番台。 武蔵野専用の209系500番台500番台に搭載されている LED 式行き先表示装置中央、総武観光線の103系を置き換えるために1998年11月に落成し、同年12月29日から中央、総武観光線で営業運転を開始した。このグループは JR 東日本ニーツ車両製作所が初めて、 独自に設計から製造までを行った車両である。同線では本系列の次世代の通勤車両の投入が計画され、これに該当する試作車2 0 9系9 5 0番台が1998年10月に落成し、量産化に向けて運用されることとなった。しかし、老朽化した1 0 3系に車両故障が頻発したため、 209系950番台の量産車が登場するまでの間のつなぎ役的な車両としての存在として209系950番台の拡幅車体に0番台の制御、機器システムを組み合わせた車両となっている。そのため、過渡的かつ接中的な車両となり170両の申請にとどまり、以後は2000年登場の E231 系通勤タイプに引き継がれた。 基本的な仕様は、京浜東北線、根岸専線用の0番台と同様の重量編成で、車両性能も同等としている。ただし、209系950番台で、連結されていた6、扉車はなく、全車両が4、扉車となっている。全面デザインは先に落成した209系950番台の、全面と同様としながら、 全面 FRP カバーを白色に塗装することで、シルバーメタリック塗装の同車との区別を図っている。車体は2 0 9 k 9 5 0番台をベースとした 2950mm の拡幅車体とされた。従来車では、先頭車の車体長が中間車に比べて 420mm 長かったが、本番台区分では、中間車と同じ 19500mm に、 揃えられた。その関係で、先頭車の第1ドア、第2ドア間の寸法が短くなり、従来車では全て7人掛けであったドア間の座席がこの部分のみ6人掛けとなっている。台車中心間隔は、拡幅車体の採用による曲線での変異量の関係で、同じ拡幅車体の E217 系などと同様に13,800ミ、mm、リメートルとなっている。なお、 500番台という番台区分はこの車体形状の変更に由来する。基本的に車内は0番台を基本としており、座席は型持ち式のバケットシートである。このうち座席クッション材はウレタンからポリエステル樹脂製形品を使用することでお損じの表皮張り替えを容易にしたほか、合わせて廃棄時のリサイクル性も高められている。また、車内非常通報装置は 警報式から乗務員と相互に通話が可能な通話式へと変更した。側面のドア間の大窓は従来車がすべて固定式であったのに対し、本番台区分では、第1ドア、第2ドア間と、第3ドア、第4ドア間にある大窓の車端より3分の2が開閉可能な加工窓構造に変更された。このため、従来の0番台、三千番台において、 つま面上部に設けられていた非常換気口を廃止している。その後、先頭車は第2ドア、第3ドア間の固定窓が0番台と同じ手法で開閉窓に変更された。この他、行き先表示器と運行番号表示器は字幕式をやめ、LED 方式を採用した。制御装置をはじめとした走行機器類は0番台と同様だが、 台車は 209K950 番台とも共通の溶断波取付台座付きである。なお、本系列で溶断波台座付き台車を使用するのは500番台と次に述べる1000番台のみである。また、パンタグラフは電磁針外し機能付きの PS28 バイト型筆型を使用している。編成移動履歴この番台区分は本系列の中では 貸し出しや転配が多い。区波209から501から512以下12、編成120両は、申請当初より、長らく中央、総武観光線で運用されてきたが、区波209から513から517以下の5、編成50両は、編成ごとで異なる時期に、様々な貸し出し、転配がなされ、頻繁に帯色が変更されている。 この番台区分の車体退職は2010年12月時点で存在しないものを含めると黄色、カナリアイエロー、スカイブルー、ワインレッド、オレンジ茶の五種がある。以下その詳細について述べる。本番台は当初奈良市の電車区に集中投入され、中央、総武観光線で営業運転についていた。ただし、二次車採集となる二編成は製造当初から、 京浜東北線、根岸線への転属を考慮しており、DATC 装置の搭載準備工事や、乗務員室に、各種準備工事を施行していた。そして、これら2編成は2000年11月に、京浜東北、根岸線用の DATC 加改造に伴う、予備車確保用として、奈良市の電車区から浦和電車区に転出し、その代替として、奈良市の電車区に、 E231K が投入された。転属の際には、DATC 装置の搭載とラインカラー体変更、ATSP 装置の撤去などが実施され、2001年1月5日から、京浜東北線、根岸線での営業運転を開始している。その後、この2編成は、 DATC 化完了後の2004年3月ダイヤ改正時の列車増発用として使用されることに変更された。2003年12月には、奈良市の電車区の廃止に伴い、この時遠くに所属していた線ラシ51から65、編成は、三鷹電車区へ転属となり、密501から515編成となった。 2003年5月からは、浦和電車区の209系霊番台に、車体保全が開始され、この検査は、入場期間が長いことや入場が続き予備車の確保が、難しいこともあることから、2005年10月から2006年3月に、かけて、密515編成を一時的に、浦和区へ貸し出し、中央、総武観光線と京浜東北線、 ネギシとの共通予備車として運用した。当編成は2006年3月に三鷹電車区へ返却されたが、その時の帯色は103系などと同じ記号,号であった。さらに2006年10月から翌2007年3月にかけて浦和電車区に所属していた209系へ、試作車置き換えのため、三編成が同区に転出した。として三鷹車両センターに、 E231 系3本が追加投入された。これは、密515編成にとって2度目の裏枠への転配であった。その後、2008年7月から12月にかけて、京浜東北線、根岸線への E233 系1000番大投入に伴い、裏81から84編成は、裏和電車区から、京葉車両センターへ転出した。これらは、 京葉線用として2008年12月1日以降、順次営業運転を開始し、同線の201系の非分割編成を置き換えた。当初の計画では、京浜東北線、根岸線用の本番台は、全員5編成が京葉線に転属することが決まっており、そのうち4編成は予定通り京葉線用に転属した。しかし、山手線において、 ホームドアを導入することが決定しており、同線の E231K500 番台の6、扉車を廃車にするために、ニーツ車両製作所において大替用4扉、付随車の製造を開始した。その際、三鷹車両センター所属の E231K0、番台1編成が、東京総合車両センターに、転属の上、 この代替用4扉付随車の配給輸送用として使用されることになった。このため、将来の京王線列車像発用として、転属を予定していた裏80編成は、変更により、前述した e 2 3 1系0番台、B27 編成が転出した、分の補填用として2009年12月に、三鷹車両センターに転属させた。 京洋車両センターに配置された京洋専用重量、編成4本のうち3本は、同線への E233 系投入に伴い、順次、佐波2両を配車して、武蔵野線に転用され、2010年12月4日のダイヤ改正より、武蔵野線での営業運転を開始した。余剰となった佐波6両は2010年9月から2011年1月にかけて、 順次廃車となった。2017年11月から2019年6月にかけて、中央、総武観光船への E231K500 番大転入に伴い、三鷹車両センターから転出した。改造 E217K と同じく制御装置、機器類の更新をすることが2006年12月5日に、自動放送装置の整備をすることが2007年3月6日に、 それぞれ JR 東日本のプレスリリースで発表され、三鷹車両センター所属者については、2008年6月27日に自動放送装置の取り付けが完了した。2016年から、京葉線所属者より機器類の更新工事を開始している。このグループの全面廃焼機は2009年内に、全戦闘車が V 字に尖った形状の大型廃焼機に交換されている。 概要千0番台上番観光線、使用千0番台中央快速線使用大目線での運転実績もある千0 0番台、車内千0番台に搭載されている LED 式行き先表示装置上番観光線と低都高速度交通営団千代田線の信号保安システム更新に伴う列車増発に伴い、1999年12月4日のダイヤ改正から 営業開始したバンダイ区分である。当時の営団との相互乗り入れ協定に準拠した地下鉄直通仕様の 2800mm 幅車体で、先頭車の長さは中間車と同一としたため、第1ドア、第2ドア間の間隔が短くなっており、その間の座席が6人掛けであるのは500番台と同様である。 台車中心間距離については霊番台と同様の1 3 3 0 0、mm、トルであるが、雨戸井端部が、千代田線内での車両限界に停触するために、先端が斜めに削られている。地下鉄線内における非常時の脱出用として、先頭車前面には、非常口を設置し、乗務員室内に格納式の非常用はシゴを、搭載する。車体の帯は、落成当初に、 同線で共通運用されていた2 0 3系や2 0 7系9 0 0番台に合わせて総下部にのみエメラルドグリーンの帯を配しており窓上部には配色がなかった従来の旧国鉄 JR 車両と同様代々木上原から小田急電鉄に乗り入れ運用はなく JR 車両を小田急線への直通運転に対応させるための改造工事は E233 系2000番台が対象であり、当社種は計画に含まれなかった。2016年3月25日までは E233 系2000番台と区別されることなく共通で運用についていたが、同26日のダイヤ改正から E233 系2000番台が小田急線に乗り入れるようになったため、改正後は 小田急線に乗り入れない運用に限定されており、先頭車前面に E と書かれた丸型のステッカーが貼られていた。基本的な機器構成は同時期に製造されていた500番台に準じている。主電動機は E231K と同一の MT73 型に変更されているが、一部は従来の MT68 型も搭載している。 さらに相互乗り入れ協定に必要な性能を確保するため、電動車の比率向上により起動加速度を時速 3.3kms に強化し、常用最大減速度と非常減速度は時速 4.7kms を確保している。編成中の7号車には、千代田専用の誘導無線送受信機とつま面、床下に誘導無線アンテナを設置しているほか、 パンタグラフは、合体河川に対応した PS21 型を搭載していたが、現在は、シングルアーム式パンタグラフに交換されている。電動車比率の高い本番台では編成中にモハ208型が3両連結されるが、補助電源装置、空気圧縮機は編成中2台で十分なことから5号車のモハ208型はこれら補給を準備工事としている。 その他の仕様は500番台に順じており、車内では車椅子スペースの位置が A 段車に合わせて2.9号車に設けられている。側面の行き先表示器は行き先と路線名を3秒ごとに交互表示する仕様で、路線名の部分は常磐線、各駅停車、千代田線直通、各駅停車、常磐線直通、各駅停車と表示される。行き先は 路線名の表示方式ごとに設定されており、通常は、綾瀬駅で適宜切り替える。また、案内装置は、千代田線内でも、JR 線と同様の表示が行われているため、千代田線の駅ナンバリングには対応していなかった。しかし、常磐観光線運用末期の2018年に行われた、ロム更新により、案内装置が、常磐観光線、 千代田線の駅ナンバリングに対応するようになった。2018年10月13日に、ありがとう209系常磐線各駅停車引退の旅を実施し、常磐観光線の運用から撤退。その後12月以降、中央線快速で使用されている E233 系へのグリーン車組み込み12連覇工事に伴う予備車確保の関係で、 トヨ車両センターへの転属が決定した。同年11月5日、マト81編成が帯をオレンジに変更の上、トヨ車両センターへ改装された。追って82編成も改造工事が行われ、2019年1月25日に、大宮総合車両センターを出場して、トヨ車両センターに改装された。同年3月16日のダイヤ改正より、 営業運転が開始された。なお、E233 系と異なり、ドアボタンは設置されておらず、大目線運用時における、半自動扱いには対応しない。編成3100番台八甲、川越線。使用側面に残る東京臨海高速鉄道の、車門の後客室内に設置された、ドアボタン2005年に、八甲、川越線。 八王子駒川川越間に投入されたバンダイ区分である。現在、2編成が3500番台とともに、川越車両センターに配置され、八甲、川越線の八王子駒川川越で運用されている。なお、川越車両センターを出庫する電車の一部は、南古屋駅川越駅間でも営業運転を行っている。車体の帯の色は、3000番台と同様の、 オレンジ色とウグイス色である。同線の103系3000.3500番台を置き換える際、当初は全編成を205系3000番台で置き換える計画であった。しかし、2004年10月16日ダイヤ改正において、埼京線と東京臨海高速鉄道臨海線の相互直通運転の拡大が実施され、その際 JR 東日本では、 最強線205系重量編成1本の車両増備が必要となった。このため、205系3000番台の最終的な配置は4両、編成5本に計画変更された。この不足分を補うため、東京臨海高速鉄道70の000系、全車重量編成化に伴う編成組み替えの際に、余剰となった70から000系の先頭車4両と、 中間車2両の計6両を JR 東日本が購入し、8個を川越線向け改造したのが本番台である。不足する中間車2両については、翌2005年3月に川崎重工業で新規に製造し、4両編成2本の計8両を本番台とした。臨海線からの6両は、民鉄第3セクター鉄道に在籍していた車両が、 JR 車席に編入された最初の例である。もともと東京臨海高速鉄道70-000型は JR 東日本の209系を基本仕様として製作された車両であり、制御機器類は共通で運用されている3000番台と同一仕様である。編入にあたっては以下のように改造が施行されている。ハエ71編成は、 先頭車が70から000型からの編入車である。中間電動車は申請車で、すでに申請が時系列の E231、軽電車に移行している時期であったが、あえて本系列で申請され、GT4 素子を用いたインバータ装置を搭載している。ほか、車内の内装と座席の色を先頭車に合わせている。この2両が本系列最後の新請車となった。 ハエ72編成は、全車が70から000型からの編入者であるが、先頭車の扉上部にある車内の旅客案内表示器は全扉配置のままとなっている。中間車は2002年製で、案内表示器は70から000系時代は千鳥、配置となっていたが本番台へ改造の際には、未設置の箇所にも追加され、 ドアの構造がハエの71編成と同様に異なっている。編成と新旧の車両番号対象は、下表の通り。括弧内は、臨海線時代の番号。2100番台 LED 式行き先表示装置、千葉市社間内で運用されている113系、211系置き換え用に導入された車両で、重量編成を、蘇生していた0番台を4両編成。 または6両編成に蘇生変更したものである。帯色は、同志社間内の211系に準じた黄色と青色の暴走色である。ドアエンジン方式の際から、空気式、ドアエンジン装備車は2000番台、電気式、ドアエンジン装備車は2100番台に区分されている。6両編成については、元々の10両編成から左派4両が単純に、 取り除かれたものであるが、4両編成については、他の編成の先頭車と電動車から再蘇生したものも存在する。そのため、4両編成の先頭車の一部には2000番台の空気式、ドアエンジン車両と川崎重工業製車両が含まれる。なお川崎重工業製の中間車は、車体構造の都合で、転用対象外となった。外観では、 行き先表示器の LED 化、廃焼機を強化型へ交換、並結運転のため、すべての先頭車に電気連結機と自動解決装置が搭載されている。また、2000番台の先頭車には蓄電池と整流装置が搭載されていなかったため、廃車となった、もは208型から流用された。車内は、先頭車両の客用ドア間の座席を、 セミクロスシートへ改造、ドア3、4平スイッチの設置、2号車に蘇生される、モハ208型への車椅子対応の大型トイレ、設置も行われている。さらにトイレ設置に伴い窓が埋められ、床下には、汚物処理装置も搭載された。車内非常通報装置は、警報式から乗務員と相互に通話が可能な、通話式へと変更した。次に述べる。 機器更新などにより、特にトイレが取り付けられた、モハ 208K の自重は、改造前の29.9トンから31.5トンに増加した。このほか転用改造に合わせて、e、E217K と同じく主要機器の更新工事を実施した。内容としては、VVVF インバータ装置と補助電源装置は、制御阻止として、 GTO サイリスタを用いたものからエグブトを用いた SC88A 及び SC92 に制御伝送装置はモン19に変更している。さらにブレーキ制御装置や土平制御装置など主要機器についても更新され ATSP 装置や補助電源装置に関しては二重化により冗長性が確保されている。二千九年十月一日から 営業運転を開始した。営業運転開始後しばらくの間は途中で増結や分割を行わない運用に充てられた。2010年12月4日のダイヤ改正では、総武本線、成田線などでも4両編成単独での運用を開始した。直越駅で留置中の209系また、当番台は、先頭車のセミクロスシートかや、 中間車へのトイレの設置など、改造規模が大きいため、1編成あたりの改造後期は4両編成で、約2ヶ月、6両編成で、約2ヶ月半を要した。このため、車両の年出間隔と比べて、改造完了時期が追いつかないため、改造待ち編成の保管場所として、長野、郡山、秋田の各総合車両センター、仙台、青森の各車両センター、 高萩駅、直江津駅を中心に、JR 東日本エリア全域にわたり、疎開留置させたが、青森車両センターなど、使用中止となっていた線路を、補修修理の上復活させた箇所もある。また保管場所は改装ロスを少なくするため、改造場所となるべく近いところとしていた。改造は2013年3月5日に出場した C618 編成を最後に終了した。 2021年2月から3月にかけて6両編成の、うち6本が4両編成に蘇生変更された。暴走、鹿島エリア全体で運用されているが、内防線、外防線の末端区間や鹿島線では2021年3月13日より、ワンマン運転に対応した E131、軽電車に置き換えられている。一部編成は、伊豆急行に譲渡され、 2022年春より3000系として、伊豆急行線にて運行を開始する計画が発表されている。2200番台南部線用の車両で、例番台を改造したものである。帯色は、南部線用例番台に準じた黄色、オレンジ色、ブドウ色の3色である。南部線では配属時期が違う例番台が配属されており、そのため、空気式、ドアエンジン車と、 電気式、ドアエンジン車が混在する状態では、メンテナンス上の観点から好ましくないため、電気式、ドアエンジン車に統一することとして配置された。2000番台、2100番台と同様に、危機器更新や行き先表示器の LED 化が施行され、2009年6月12日より、営業運転を開始した。2000番台、2100番台と異なり、 全面廃焼機は0番台時代のままである。6両編成3本計18両が配置された。導入名目は以下の通りである。その後、E233 系8000番台の導入で那覇52、54、編成は営業運転を終了し廃車された。残る53編成についても多め、5日市線から E233 系0番台を転属させ、 8500番台として導入することにより、2017年2月に営業運転を終了。同年2月10日には、茅ヶ崎駅へ疎開改装された後、4月13日付で、千葉市社管内にて工術のサイクルトレイン専用列車、ボソバイシクルベースへの転用のため、幕張車両センターに転属した。3500番台八高線。 川越線の運用車両を置き換えるため、中央、総武観光線用の209系500番台を改造した。2018年1月15日付にて、ハエ51編成が川越車両センターに配置され、同月18日に配給輸送された。2018年3月に1本追加配置され、同年5月7日から運用を開始した。その後も、 同年6月7月9月に各1本が追加配置されている。側面窓開閉化改造後試作車と0.30003100の各番台車では、側窓が各車端部の2枚、内し4枚しか開かない構造になっていた。これを補うために貫通路の上部に換気口があり、異常時などで指示があった場合には、カバーのネジを緩めて開くことができるようになっている。 しかし、2005年3月23日に、京浜東北線、大森蒲田間で列車が、高圧回路機器の故障により長時間にわたって、立ち往生した際に、換気性能の悪さから、多数の乗客が、体調不良を訴え、停電による、長時間停車時の問題点が浮上した。このため、同年末からドア間の大窓を、開閉可能とする改造工事が、 緊急性の高い京浜東北線、根岸線用霊番台については下十条運転区で、打線の車両については、各車両基地で、それぞれ改造作業が施行された。ただし、試作車は対象外となった。この改造では、車体の構造上と改造工事の簡略化を図るために、E231K のような一枚加工式ではなく、はめ殺しの大窓を、 縦方向に、約2、1の割合でに分割し、大きい方の部分に、上段加工、下段固定の2段窓を用いて開閉可能にするもので、改造対象は、各車両を6枚の大側窓のうち4枚に限定されている。編成数が多いことから各編成の4.57号車の窓改造が優先的に行われ、それが完了した後は順次他の号車の窓改造を行った。 ただし、6号車の6扉車は、工事対象外であった。また、南部専用0番台と、8号、川越専用3000.3100番台、及び0番台と同様の車体、窓構造の常磐専用、e、E501K についても全車両に施行された。中央、総武観光専用500番台と E231、K900 番台、常磐観光。 千代田線用線番台は E217 携光機車と同様に先頭車の車体中央の窓のみ施行された。2005年末の裏38編成から工事が始まり2007年4月までに完了した。ホーム検知装置営業運転中にホームのない場所でドアが開く事故を防止するため浦和電車区所属の全83編成を対象に ホームの有無を超音波センサーで検知するホーム検知装置を取り付ける工事が行われた。この装置により操作する車掌スイッチ側にホームがない場合やオーバーランで列車がホームから外れた場合全てのドアが開かなくなった。ただ従来通り非常コックでの回操作は可能であり緊急時にこの装置が妨げとなることはない。 当初は試作車3編成も対象とされていたが E233 系1000番台への置き換えが発表されそれに先駆けて試作車が廃車になることから試作車は対象外とされ後に三鷹車両センターから転入した500番台3本は試作車の代わりに対象として含まれた設置箇所は両線当車の全単両側で高さはホーム高に揃えてある 外付けとなったため、センサーと信号線カバーが目立つ。運転室内には、車掌スイッチの上に、ホーム検出を知らせる装置が取り付けられた。前後どちらかのセンサーでもホームがないことを検知した場合、回送作を行っても扉が開かない上、警報が鳴る仕組みとなっている。前者が、浦和電車区で施行され、2007年3月までに、完了した。 さらに2010年には中央、総武観光船の500番台、2014年には常磐観光船の1000番台にも同様の装置が取り付けられている。京浜東北専用を含めて設置された編成は打線区へ転属を行っているが、2000.21002200番台を除き、転属先でもこの装置は撤去されずに運用を続けている。 ムエトレーン在来線用試験電車。ムエトレーンは在来線車両の技術革新試験用電車で2008年10月に元浦に編成から7両が改造された。川越車両センターに配置され10月より東北本線、高崎線などで各種試験を開始した。形式のみ、は、やに変更されているものの車両番号はすべて主車のままである。 埼京線や川越線の車両と同じ向きになっているため、宇都宮線、高崎線などでの試験時は、他の編成の方向とは逆に、上の方先頭車が7号車となって運転されている。無栄トレーンにおいて高速データ通信、YMAX で使用するアンテナの形状や設置位置が施行され、成田エクスプレス用 E259 系に反映されている。また、 2010年7月1日より営業運転を開始した京王線 e 2 3 3系5 0 0 0番台にも適用された。また、インタラスと呼ばれる次世代の列車情報管理システムが当車両に導入され、試験結果をもとに山手線の新型車両である e 2 3 5系に導入された。暴走地区でのサイクリング客の需要を見込んで、2018年1月6日より、 千葉市社管内で運行を開始した、ジョイフルトレイン。2017年に運用を終了した元南部線、中原電車区な波53編成を種車として再改造された。当該編成は2017年4月12日付で幕張車両センターに転属し、J1 の編成名が与えられた。ボソバイシクルベースとは、暴走の各地を自転車で駆け巡るための基地に由来する。 6両編成のうち4号車はフリースペース、その他の車両にはボックスシートと自転車積載用サイクルラックが設置される。座席数とサイクルラックの数は同一であり、1人1台分の自転車を座席後ろのラックにタイヤを引っ掛けて立てかける。これにより自転車を折りたたむことなく電車に乗せることができる。 八王子支社209系訓練者0番台及び3000番台の一部、電動車 MM ユニットを、廃車後、戦闘車化して、訓練機械に改造したもので、東京、大宮総合訓練センター、八王子支社訓練センター、横浜支社訓練センター、長野支社訓練センターに、各1本、合計4本が存在する。いずれも、機械扱いで、車席はない。なお、 類似のものとして、福島県白川市の JR 東日本総合研修センターの研修用機械があるが、こちらは e 5 0 1系に準じた車体を新造したものである。東場1 0 3系1 0 5系を改造した訓練機械を当時における最新型へと置き換えるため、2008年に2両、編成3本が投入された。いずれも京浜東北線用の2 0 9系0 バンダイが、タネ社であり、9も、派209もは208から76は、東京、大宮総合訓練センターに、9も、派209もは208から40は、八王子支社訓練センターに、9も、派209もは208から39は、横浜支社総合訓練センターにそれぞれ配置された。戦闘車化改造は極力主車の構造を生かしているが、 戦闘部隊ワーク中大はりは、棒連結機を密着連結機に交換するにあたり干渉機が大型化するため、新たに製作したものを接合している。また、戦闘車化改造後の車体長は 19,925mm で0.3000番台戦闘車より、かすかに長くなっている。共通装備品として、運転台は区波208系。 クハ209系の廃車発生品を流用し ATSP を追加装備。運転室と客室の仕切りはドアのない開放系を採用。車端部は訓練教官が着席する指令室を設置。台車付近にはインカムマイクをつけた訓練教官や訓練生の声が聞こえるように拡声器を新設。制御機器の更新は行われず、 GTO 素子 VVVF 制御のままである。各訓練センター向けの個別装備品として、訓練生の人数が多く訓練戦の距離が長い、大宮向け車両には、訓練中の様子を映し出すための CCD カメラと、モニター、DATC を模擬体験できる操作盤を設置。ATC 路線のない八王子支社向け車両は、ATC を非搭載とした。機器更新、増備、 天杯2018年から2019年にかけて、訓練機械2両1本が追加され、危機更新を兼ねて、天杯が行われた。八甲、川越専用の209系3000番台杯62、編成の電動車ユニットを、戦闘車か、訓練機械に改造し、危機更新を行った上で2018年12月に、東京、大宮総合訓練センターに配置した。 もともと配置されていた9も、は209もは208から76は、危機更新を行って、八王子支社訓練センターの9も、は209もは208から40を置き換え、9も、は209もは208から40は、危機更新の後、長野支社訓練センターに配属、訓練者として使用されていた1 1 5系、n 1 5編成を置き換えた。並行して、 横浜支社訓練センターの9も、派209も派208から39も、危機更新を行っている。区派209から7区派209から7が2012年10月に開設された大宮総合車両センター内の、社員用の研修施設、大宮グローアップスクエアにおいて、脱線復旧訓練所の訓練用車両として、使用されている。 209系車両が2010年6月に開設された JR 東日本スマートステーション実験旨において利便性の高い駅を作るための研究に使用されている。なお、この車両にはドア用、コンプレッサー、ー外部電源、無線 LAN の設置が行われている。ありがとうございます。